ただ待ってよー。こういうはしご嫌な思い出があるんで、ちょっと見よ、そこ邪魔だな。がっ。どうも、こんにちは。黒ネタです。ゼノブレイド3。続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回はメビウスの一人を倒しまして、こちらのコロニー4にやってきましたね。で、目的としては、コロニー4の弊社天幕かなへ向かおうとなってます。行きましょうか。あ、でね、前回の動画からの変更点として、みんなのクラスを一旦元に戻してます。まあ、気分転換って感じかな。宿舎ってどこだっけ？コロニー4中央広場。あ、あれか。見るところ多いなぁ。まあ、これはおいおいやっておきましょうか。まずはこちら。あ、待っていましたよ。ソロンさん。君は？ふん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 。この人もハイエンターなのかな？知財調達班のソロン。あ、君たちが滞在する間のテントを用意しておきました。ありがとう。ここを自由に使ってください。お、軍務長から聞きました。皆さんにはコロニーのみんなを助けていただいた多大な恩があると。忙しくて僕から様子を見に来ることは難しいですが、何かあったら声をかけてください。それでは。めっちゃいい人。ありがとうね。うん。まあみんながみんな、俺たちを嫌ってるっていうか警戒してるわけではないみたいだな。あ、風呂入りたいね。ここだったらあるでしょう。さっき戦った死生観。それが？あいつ、僕たちの死生観とよく似ている。そりゃそっちにだっているだろう、死生観くらい。今似ていると言ったが訂正する。同じなんだ。同じってそうなのか？僕たちのコロニーは敵対している。だがそれを滑る失政感が同じだとしたら。だとしたら、どうした？何かあるなら言えよ。失政感なんてあれだろ、どこにでもいるノポンみたいなもんじゃねえか。どこにでもいるとは聞き捨てならないもん。そうですもん、世界になくてはならない希少種ですもん。保護するべきですもん。まあノポンはさておき、要するにむちゃくちゃ怪しいってこと？ああ、もしかしたら大きく関係しているのかもしれない。関係って何？戦わなくてはならない僕たちの運命に。運命？女王は？まさかそれも一緒とか？君たちの女王はどんな人だった？一度だけ見たことはあるかな。なあ。ああ、成人の儀の時だったな。銀色の長い髪、あと羽が綺麗で威厳に満ちた人だった。羽？ユーニのような？私よりもっと白くて輝いてた。私たちの女王様は奥ゆかしくて気品がある感じの人。耳がね、とっても長いの。このくらい。ふーん、女王についちゃどうやら違うようだね。執政官って女王の部下みたいな存在だろ。
キャッセルの、つまりは女王の意向を各コロニーに伝え管理評定をするのが執政官だ。何？女王に事情を伝えればもしかしたら理解してくれるかもって。まあな、望みは薄いだろうな。そうか。女王は全てのものの上に立つ存在だ。俺たちのことなんて気にもしないってか。執政官と同じかもしれないという意味だ。え？そしてその執政官はメビウスになった。こうも言える。メビウスが執政官だった。ただでさえ異常なこの状況、下手な希望は持たない方がいい。そうですか、コロニー4は。これより全ての事象よりウロボロスの抹殺を優先します。全コロニーに伝達を。いやー、声がメリアだな。やっぱ本人なのか。ウロボロスは、あ、この世にあってはならぬもの。ミア、その存在を塵一つ残さず消し去りなさい。嘘。コロニー4での戦いを私たちは生き延びた。そして執政官がメビウスであることを知った。これまでの当たり前が次々と崩れていく。与えられた道を疑いもなくただ歩いてきただけの私たち。見つけたい、これからの私たちを、私たちの道を。隊を三つに分けて主力は迂回、初手次第じゃ交代だって。臆病者かよ。なんて言った。は？お前今なんて言った。僕のどこが臆病だ。これは劣気とした作戦だ。それをよせよ体温。話せ。コロニー13は未知のコロニーだ。データも揃ってない。慎重すぎんだよお前は。まだるっこしいって言ってんだ。見ろあれを。今食わなきゃいつ食える。時間がねえんだよ俺たちには。それはなあ体温よ、俺たちは黒金のラムダだぞ。イスルギ軍務長を率いるコロニーだぞ。名も馳せていないコロニーなんざ脇腹からつけば一撃だ。違うか。要は勢いだ、度胸なんだよ大事なのは。なるほどね。陽動部隊が敵を引きつけて本体は知性的に防備が手薄になっている側面から進撃、これがベストというわけね。体温。あ、はい、そうです。そっか、あなたがそう言うのなら決めましょうね、イスルギ。うん、君が良しとするなら異論はない。いいな体温。あ、はい。軍務長、作戦課長、そろそろキャッスルから新しい執政官がお見えになる時間です。わかった、すぐ行く。あら、妄想の時間。ナミ、まだそんなものを使っているのか。まだとは失礼ね、イスルギ。機械式のこれの方が瞳の時計よりよっぽど正確よ。黒い霧にも影響を受けないしね、体温。
はい。何も見えない。招待状どこですか？招待状か、体が まあ、そうなるわな。南の地下水脈から外に出られます。君たちはそこへ。ナミさんは？私たちはここで敵軍を阻みます。バカなこと言わないでください。無駄死にです。体温、ナミさん、君たちには未来がある。成人となるその日までどうか生き延びて。これを。これはそんな、ダメです。ナミさん、いい、生き延びるのよ。体温、必ず生きてコロニーに。太陽、何してる？急げ！でも、太陽！ナミさん！ナミさん！ナミさん！瞳に頼りすぎなんだよ、やつは。だからああいうことになる。不運に尽きる。策は正しかった。黒い霧さえ出なければ。肌感だよ、肌感。目は前にしかついていねえ。だから遅れる。音、大気、呼吸、そういうもんを感じ取れりゃ瞳は必要ねえ。その割にはあっけなく引き下がってきたじゃないか。そこは棚上げかい？棚上げは良くないんだな。はあ、俺はやられちゃいねえぜ。制限時間いっぱい奴らと遊んできただけだ。言い訳は何とでも立ちます。どういう意味だよ。あの、お取り込み中ちょっといいかな。次は僕一人で行こうと思うんだけど、ダメかな？直接その瞳で見たいってか？まあね。おまけにコロニーラムダはイスルギだろ。そっちでも面白そうなことあるしね。ね、いいよね、みんな。また奴ら何かするつもりなのかね。で、さっきの映像が太陽の過去か。あの頃から頭良かったんだな。で、太陽の作戦通りは動いたのかな。
でもまあ、勢い任せでどうにかしようとしているね、兵士がいちゃ、勝てるもんも勝てませんよな。でですよ、変な声出ちゃったけど、あれ、そうですよね。あの声とあの耳、どうなってる？俺の推し同士が戦ってる？ってことになるのか？いや、まだ洗脳されてる可能性はあるけど、いや、ニアだよな、あれ。あ、で、おはようございますですもん。おはよう、マナナ。お、さっきエーセルから通信があったんだ。話しておきたいことがあるから作戦会議室に来てくれ。ああ、そうね、お礼も言わないとね。エセルんとこ行こうぜ。まあちょっとずつ明らかになるのかな。で目的地はそこか。まあ人と話すのはおいおいでいいとして、これなんだ。おい、必要なものはあるか。アクセサリーか。ああ、でもそんなにいいもの売ってねえんだな。この辺持ってんだよな。まあまあまあ、攻撃 20% 上がんのいいか。一個買っといて、これぐらいかな？ OK！ ではそこですね。みたいだね。昨日の今日だってのにたくましいよな。さすがエセルのコロニーだぜ。よく眠れたか。あ、ぐっすりと。部屋ありがとう。わざわざ開けてくれたんだろう。気にするな。軍務長と俺からの気持ちだ。瞳のひどけ半信半疑だったんだ。で、試しにさっき外のホッグスを飼ってみた。どうだった？何にもなしだ。日時計も出なきゃ粒子も立ち上らない現実なんだな。ああ、俺たちも最初は戸惑ったよ。それにはみんな感謝している。土くれの日時計は効率悪くってな、日々命の残りを気にしなきゃならなかった。土くれって、エーセルは白金じゃなかったのか。俺たちが助けられた時すでに。まあ、いろいろとな。カムナビって知ってるか。グレンのカムナビ、アグヌス切手の戦人、エーセル軍務長の公敵手だ。知ってる。アグヌスで並ぶものなしと言われるほどの槍術と鉄巨神の使い手。そっか、エセルの公敵手だったんだ。俺たちは何度も何度もカムナビと戦った。俺たちも奴らも多くが傷ついた。ある時奴の鉄巨神の膝関節が行っちまった。整備不良かなんかだろう。軍務長の勝利は目の前だった。しかし、他人の昔話を勝手にするのは好きになれないぞ、ボレアリス。軍務長、すいません、つい冗談だ。エセル、いわゆる不祥事ってやつさ。私はキャッスルに白金を剥奪され土くれとなったんだ。
見ろ、最下級となっても皆この私に付き従ってくれる。明日の命も定かではないというのに。故に私は勝たねばならない、カムナビに。え、でも、もう命の日時計の束縛は確かになくなった。だが、それとこれとは違う。何が違うんだ？意地、誇り、願い、喜び。言葉にするのは難しいが、つまりはそういうことだ。私の残り時間は限られている。それを兵たちは理解してくれている。私は、いだ、私たちにとってはカムナビとの再戦が全てなのさ。それが残り少ないこの命の使い方だ。命の使い方。なるほど。心情的には理解できなくもない。そうなのか。理解したわけじゃない、できなくもないと言っただけだ。さてと、無駄話はこのくらいにしておこう。昨夜の話では、君たちの目的の場所は体験の大地だったな。ああ、ついてこい。とどめは刺さなかったってことだよな。それを怒られて、白金の立場を奪われたってこと？いやー、でもまあ、女王とか執行官がね、俺たちを利用するっていう考えなら、まあわからなくはないか。てかその、エフェルとカムナビ？こいつらは鉄巨人も扱えんの？すげえな。こいつら自身も強えのにさ。いやーこれ、エセルとか仲間なんないかな。すごい強いし、いい人だから一緒に戦いたいんだが、そういうわけにはいかねえのか？で、ここですか？作戦会議室。ここが体験の大地だ。まあ、これ自体は誰でも知っているものだが、ここに行き着くにはいくつかのルートがある。北のルートと南のルート、そして大会の渦を突っ切る中央ルート。中央、行けるのか？行けた者はいない。なんだ。海上からだろうと空中からだろうと、渦に近づいたものは全てバラバラにされてしまう。いやー、えぐ。波や風の類とは違う、何らかの力がここには働いている。よって消去法で言って、この2つ、まあそうなるよね。北はおすすめはしない。ん？理由は？道が険しく、アグヌスの本拠地であるキャッスルもある。通り抜けることすら難しいだろう。体温、正しかったね。当然だ。加えて君たちはウロボロス、相対したコロニーに私たちのようなことが起きないとも限らない。確実に起きるだろうな。南ならば比較的戦線が安定している。このルートで進んだとしても2ヶ月もあればたどり着けるだろう。2ヶ月。ただ何ですか？たどり着けたとしても、そのシティか、それがここにあるという話、にわかには信じがたい。というと？以前このエリアに進軍したことがあるのだが、何もなかった。あの体験が大地に突き立っていただけだ。隠されてるとかかな。シティという言葉自体が何を指すかにもよるが。ああ、確かに。人かもしれんし、物かもしれん。ゲルニカの言い方だと、なんかコロニーっぽくなかった？お、俺は物っぽく聞こえたぜ。
それでも目指すか、この地を。ああ、それが目的だからね、俺たちが生きるために。ならば何も言うまい。ボレアリス。はい。彼らの旅立ちに際してできる限りのことをしてやってくれ。もちろんです。ここの施設は自由に使ってくれて構わない。英気を養ってくれ。ミオちゃん。大丈夫、エセルも言ってたでしょ、施設は自由に使って構わないって。食べなきゃ力出ないよ。でも堂々としてよね。うおい、これは俺の親友のものだ。1年前まで身につけていた。ああ、死んだよ。コロニープシーとの戦いで、お前らに殺された。ここを撃ち抜かれて、ど真ん中だ。違うよ、私たちはコロニー軍。ミオちゃん。私でよければ、いつでも撃って。それであなたの気が済むなら。言うじゃないか。なんだ、あとちょっとじゃねえか。なら命惜しかねえよな。今日死ぬのも三月後に死ぬのも大差ないってか。せいぜい毒盛られないように気をつけな。ひどいよあんな言い方。本当だよ。いいの。彼の親友ではない誰かに私たちは同じことしてきたんだから。けどさ、あんなことわざわざ言いでくるか。私たちだって。仕方ない。これまでそれが当たり前だった。でももう違う。でしょ？うん。この力、役立てたいんだ。今は理解されなくても。ん？サービスさ、遠慮なく食ってくれ。おお、優しい。俺らの頃に土くれだろ、結構ヤバかったんだ。おかげで助かったよ。それに選べるようになった。あ、戦わないって選択を。もう誰の命も奪わなくて済む。ずっとそれ願ってた。あんたらのおかげだ。ありがとな。よかった、こういう人もいてくれて。で、これからどうするんだ。まあ目指すしかないんじゃない。うん。ああ、そうか、崩落で塞がれてんのか。撤去にはまだ時間がかかるそうだ。今は待つしかない。お、みんなちょっといい。私たちにも何かできることがあると思う。ああ、目の前で困っている誰かがいたら手を貸してあげたい。責任とか関係なくそう思うのはごく自然なことじゃないかなと。まあ敵とか味方とか関係ないでしょう。そういうことなら善は急げだな。今度は私らの番。ああ、いいですね。
そうなぁ。まあ、あんな奴らばっかだけど、俺たちがね、コロニー4のために頑張れば信頼を得れると思うんだよなぁ。まあ、でも、まあ、気持ちはわかるけどね。あんな奴らのために戦うのはどうかなってのはあるんですけど、まあ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 。具体的に何をするんだ？聞いてばかりいないで少しは考える努力をしたらどうだ？相変わらずだなぁ。でもなんか壁は、なくなったというかまあ、少なくなったかな？まずは情報収集。コロニーを回って聞き込み。今更だろう、気にすんな。まあ一発ぶん殴るぐらいいいんじゃない？あんなさ、わざわざ自分の親友の形見を見せてくるようなダセ男はよ。ぶっ飛ばしてやれ。あ、ランツがやんのかい。頼むからやめてくれ。それこそ収拾がつかなくなる。ここを出たらコロニーの各所で情報収集だ。みんなそれでいいな。了解。の。ノーマルクエスト情報収集オーダー。情報収集。アイオニオンではいろいろな場所で、これは何マーク？アイマークかな？を目にすることができます。マークの近くには世界を旅するための貴重な情報が潜んでいます。見つけたら近づいて確認してみましょう。オッケー。じゃあ探しますか。まずは、ん？あ、こいつか。モンスターが多すぎる。あー、倒してこいと？別にいいよ。あ、情報ゲット。コロニー4の問題、2分の1。どうやら、医療班の対応が間に合っていないようだ。はははは。このままじゃ、怪我人が増える一方ね。で、お次はそこ？お礼者。医療区画。歓迎してあげたいところだけど、あいにくと立て込んでるのごめんなさいね。はあ、はあはあははあ、は。治療用物資が足りない。でもまあ、俺たち、ってかこのパーティー、ヒーラーがいるからな、手伝えるのでは。話を聞かせてくれてありがとう。あ、情報ゲット2分の2、コンプリート。情報の収集完了。情報ピースを集めると情報が完成します。休憩ポイントの相談の項目を選ぶと、完成した情報について仲間たちと語り合うことができる。はー。ってことはどっかにその休憩ポイントがある。治療用物資がないんじゃ。あ、これか。情報収集と相談。情報が集まったら休憩ポイントで相談の項目を選んでみましょう。仲間たちと集めた情報を元にした情報を相談することができます。時にはクエストに発展する場合もあります。医療班もどうしようもないよな。じゃあ調べる。患者が存分にだらけさせてもらうぜ。で、これか。相談。コロニー4の問題に関しての相談をします。お願いします。あの件のこと話さないとな。集めた情報を整理しよう。周辺モンスターによる被害。まあモンスターは倒しちまえばいいよね。手強いのかな。そもそも物がない。そうか、薬とか包帯も必要か。専用の設備がなければ製造は難しい。物資が底をつくのも時間の問題だろう。
まあとりあえず戦闘じゃない？お、待てよ。いやしかし、どうした？それでもあるいは何か思いついた？確実ではないと前置きはしておく。うん、なら急いでここを立つぞ。グーガの巨岩か。運が良ければ間に合うかもしれない。ほう、まあ体温だしいい考えではあると思うが、ヒーロークエスト、義を見てせざるはオーダー。ヒーロークエスト、今までと何かが違うのか。あ、ボレアリス。ちょっといいか。どうした？ボレアリス、何かあった？あ、ボレアリスか。軍務長だよ。ん？エセル？ずっと姿が見当たらねえんだ。どこに行ったか知らねえか。私たちは見てないかな。本当か？本当に見てねえのか？よく思い出してくれよ。いや、嘘はつかねえって。あの人な、コロニーのためなら自分だって犠牲にされるお方なんだ。ほう。どこまでも強い人だから、何もかも背負い込んじまう。もし軍務長の身に何かあったら、コロニー4は俺たちは。おい、落ち着けって。すまん、取り乱した。まあそれだけエセルのことは大事に思ってるってことよな。謝る必要はないさ。いや別にいいけどよ。もし見かけたら知らせてくれ。引き止めて悪かったな。あ、よう。ああ、クエストクリア、うん、クリアなの？ああ、情報収集がね。で、今相談したコロニー4の問題のように、相談によってはそこからクエストに発展する場合があります。アクティブクエストの変更方法。クエストがアクティブな状態になっていると、画面上に目的地がびっくりマークで表示され、Y で現在の目的を確認できます。アクティブクエストがない場合は自動でアクティブになりますが、ある場合はクエスト発生時に Y でアクティブに設定できます。はい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 。メインメニューの方からもできるよと。 OK。 グーガの巨岩はここから北に向かった先だ。 OK。 はいはい。てか急ぐんだろ。うん、さっさと行くとしようぜ。行きましょう。あまたいんのかい。あれレベル50とかじゃねえの？あー、51、無理です。あれはさすがに無理です。まあ、とりあえず向かいますが、そのグーガの巨岩かってところにエセルがいるのかな。あっと、コブラレベル16の、あー、ユニークか。まあ、経験値は欲しいんだよね。この距離ならバレねえか。でけえな。まあ、物は試し。あ、遠いか。あ、遠いか。ほら、こっちだ。行くぞ。できればもうちょっとこっちに来てほしいな。いったい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 た。この野郎。いた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 。まずは、ラウンドヒーリング。OK。で、パワーサークル。で、体温で。おぼろ影。オッケー。で、激怒を。よし。で、一旦、雨塚で回復。オッケー。で、間違えた。U2 で、開いた。すぐさま回復。ラウンドヒーリング。いいよ。で、パワーサークル。オッケー。いいね。
減ってはいますが、今特にやることはねえか。ならノアで後ろに回ってスラストエッジ OK で横に回っといてエアスラッシュ OK。 いやーリキャストが長えな。スラストエッジで一旦切り替えてラウンドヒーリング OK でアタッカーの近くでパワーサークル発動。いった切り替えます。あ、ナイス回復。あ、まあチェーンコンボはできるが必要ねえかな。雨津風でノアに変えてほらスラストエッジ。あ、またやばいのが来てる。オッケー激破。ちょっと待てちょっと待てちょ一旦逃げよ一旦逃げよこっち来ようとしてね。あーでもアイテム欲しいな。さすがにバレねえか。よしオッケー逃げよう。あれはやべえ。いやこっち来んのかい。まあエリートは倒して経験値は得たからいいか。あ試してみましょう。オッケー調べる。動作させるにはこうして。これはなんだ。コンテナ。あガチャンとね。ガチャンとね。あーなるほど、はしごか。あで下に向かえるのか。なるほどね。ただ待ってよ、こういうはしご嫌な思い出があるんで。ちょっと見よ、そこ邪魔だな。あっ危ねえなんでこれ落ちるんだよ。あの上か。そこに行くには、いやー、エリートー。あー、そっから登れるみたいだな。やってみるか。グーガの巨岩。あ、なら、まずはミオで、殴りましょうか。行くよ、みんな。ほら、バタフライチ。よし。ナイス。スピードスター。で変えて横からソードストライク。あーダメか。なら変えていいよ。甘津風回復でおぼろ影回避アップで激露をよしいいよ。ラウンドヒーリング OK。あーっと他の来たのか。なんだと。だったらこいつによいしょソードストライク。オッケーブレイクした。いけるかみんな。オッケー撃破。ただまた増えたな。でじゃあこいつ行こうか。インフィニットブレード。あいいね、減るな。で切り替えてパワーサークル。よしで切り替えてあおぼろ影で甘津風で回復激露を OK。 いい危ねえ。アイテム回収で、あそろそろ着く感じですね。お？あ、いるな。エセル。エセル。君たち。どうしてこんなところに？それはこちらの。あ、みんな、あれ？なんだ？あ、投下物資。各陣営のキャッスルから投下される物資コンテナには貴重なアイテムが格納されています。落下地点から立ち上がる赤い煙を頼りに探し出しましょう。赤い煙。
操作キャラクターの近くに物資コンテナがある場合は、ZR でコンテナが落ちた場所を確認できます。おほ？あれか。ZR で注目。OK。結構遠くね。今のは、投下物資か。そうだ。あれはアグヌスから送られたものだ。どうしてわかるんだ？以前から近辺にアグヌスの先遣部隊が潜伏しているという情報があった。しかし敵地のただ中で作戦行動を取るにも限度がある。本体が到着するまでに必ず補給のタイミングが来るはずだ。逆に僕たちにとってはそこが狙い目でもある。体温は知ってたのか、そのアグヌスの部隊のことを。ここ一帯の味方の情勢については以前から把握はしていた。おお、さすが。補給物資が投下される確証はなかったが、可能性がないとも言い切れなかった。そういうことか。だとしたら今回はかなりついてたな。その口ぶりだと君たちも物資を求めてきたのか。正確には医療用の物資をな。コロニー4に必要だと思ってさ。なるほどな。着せずして目的は同じということか。それじゃあエセルも？ボレアリスがお前さんを探してたぜ。まさか一人で来たのか？そのまさかさ。事情は君たちも知っての通りだ。これ以上負傷者を出すわけにはいかないからな。それで軍務長自ら出張ってきたってか。そういうことなら私たちと。負傷者を出すわけにはいかないと言ったが、当然それは君たちも含めてだ。君たちの気持ちはありがたいが、コロニー4のことは私たちの問題だ。俺たちも協力したいんだエセル。しかしだな、みんなでそう決めたから。だから私たちはここにいる。状況次第では君たちの同胞に刃を向けることになるぞ。誰も傷つけさせはしないさ。当然エセル、あんたのこともな。おお、かっけえな。参ったな。そこまで言われては拒む方が不作法というものだ。安心しろよエセル、もうあの頃の俺たちじゃないんだぜ。そういうこと。足手まといにはならねえよ。結構強えぜ俺たちは。結論が出たのなら急ぐぞ。物資を先に回収されたらそれまでだ。すまないな、みんなしばらくの間よろしく頼む。ということは、来たー！エセルが、あれまあ一時的か、パーティーへ加入しました。来たー、ヒーローのパーティー時加入。パーティーに参加する特殊なキャラクターをヒーローと呼びます。ヒーローは一時的に共に行動し戦ってくれます。投下された地点は、いやー、コンテナから立ち上る煙が目印だ。了解。誰かに先を越される前に回収しようぜ。オッケー。いや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 、これは最強パーティーでは？ちなみに、あ、ここにも加わってるっていうことは？あ、見れるね。アタッカーか。あ、フラッシュフェンサー。あ、俺たちとは違うのか。へえ。ちなみに何ができる？アーツ。自身にパワーチャージ。あ、背面からの攻撃でダメージアップ、側面からでクリティカルがアップ。へー、セイバーストライク。あ、スマッシュか。ほー、普通に強いな。オートアタック、アーツの攻撃速度が上がり、被ダメージが 25% 上がる。へー、おー、だ、被ダメージ上がんのか。なるほど。あ、出血ミリオンフラッシュ強いな。せっ
択ならちょっと変えてみたいけどな。パワーチャージってのがどんな効果なんだ。あ、とりあえずこれでいいか。デフォで行きましょうかね。スキルは？あー、普通に強え。いや、強いな、エセル。なら、このまま操作も変えれるってことよね。私がリーダー？あ、それは無理なのか。今。じゃあまあ、ユーニで行こうか。で、目的地はそこ。これ結構長くなんのかな。なら一旦ここで区切っておいてもいいんだけども。500？ で、まあ、戦闘もあるよな。OK！ ちょっと中途半端かもしれませんが、一旦ここで区切っておきましょうか。で、次回はこの7人で冒険をしていきたいと思います。よかったらまた見に来てください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました！